ゆっくりの、怖い話。YouTuber で小遣い稼いでるけど辞めるように言われてる。2チャンネル、VIP、YouTube を辞めるよう言われた人がスレを立てた。YouTuber やって小遣い稼いでるけど微妙な知り合いに辞めるように言われてる。そいつ曰く、YouTube なんて動画を全部削除して新しい動画を投稿しなくなったら収入なくなるんだからやる意味なんてない。疑ってるのか？だったら実験してみろ。今すぐ動画を全部削除しろ。命令に従う義理はないから無視したいんだけど、警察がそいつの味方するから追い出すわけにもいかずに、一方的に怒鳴られ続けてる。いまいちよくわかりませんね。警察が味方するってどういう状況や。VIPってマジで糖質いるよな。国家権力を味方につけてるのか、そりゃかなわんな、諦めれ。全体的に冷ややかな反応です。そいつがアパートの前で大声出して、入れろ、って騒いで近所の人が通報警察、知り合いなら入れてあげなよ、こんな感じ、警察の命令じゃ入れないわけにいかない。そいつ一人じゃなくて弟も一緒にいる。誰か通訳さん呼んできてください。何と戦ってんだ、意味わからんやん、何言うてるんだお前は。幻覚。誰一人理解してなくて草生えます。説明下手で申し訳ない、どの部分がわからないんだ。YouTube なんて動画を全部削除して新しい動画を投稿しなくなったら収入なくなるんだからやる意味なんてない。疑ってるのか？だったら実験してみろ。今すぐ動画を全部削除しろ。のところがマジで意味がわからない。言われたことをそのまま書いただけだからそこの意味を俺に聞かれてもわかんないわ。そんなことを言っている人物は本当にいるのでしょうか？先に病院行け。許すればいい。なんだ、電波系 YouTuber か。関係性は、そこが一番重要。弟の上司。どういう状況だよ。具体的に月いくら稼いでるの？5000から1万円くらい。しょぼすぎはロタ。YouTube なんて動画を全部削除して新しい動画を投稿しなくなったら収入なくなるんだからやる意味なんてない。当たり前じゃん。煽りとかじゃないけどお前本当に糖質とか持ってない。変なことを言われたって内容に対してその返しってお前こそ何かしら病気持ってない。本人は自覚症状がないようです。ここまで妄想提起。弟の会社に言えよ。会社名知らない？営業ってことくらいしか。弟に聞けよ。動画に違法性がないなら弁護士に頼めば。アホすぎる。無視っとけ。それ警察もおかしいだろ。この辺警察の質悪いんだよ。迷子を交番に連れて行ったら、あんたが面倒見ろって押し付けられたなんて話も聞いたことがある。どこの警察だよそれ。それが本当なら問題だけど、この位置が言っても信憑性がちょっとね。病院に行くことをお勧めするよ。そいつ病気じゃん。逆に通報しろよ。帰れって言っても帰らんって言って。弟も入れろ、に付き合ってんの。弟はヘラヘラと突っ立ってるだけ。警察が来た時だけ、ただの兄弟喧嘩ですって言い訳してた。聞けば聞くほど怖い状況なんだけど、この人が言うとなぜか全く信じられないんですよね。本当に妄想じゃないのお前の。いやお前の説明不足だよ。弟の上司がなんでそんなにお前に対して怒ってるのか全く理解できない。そりゃお前とお前の弟の上司との関係性も何も説明しとらんし理解できるわけがない。知らん、楽して稼ぐなんておかしいみたいなこと言ってたから。 YouTuber 自体が嫌いなんじゃない。関係性は弟の上司ってだけ、それ以上のつながりはない。説明してるつもりなんだろうけど新しい情報が出てきませんね。説明不足って言われても俺だって一方的に文句言われ続けただけで何の説明も受けてないしよくわかんねえよ。お前がわかんねえことをネットの暇人に聞いても何も解決しねえよ。ガイ君はイライラさせる天才やな。言動が意味不明だしもうお前糖質だろ。病院行って診断書もらってこい。糖質すれ。ここら辺から住人たちのマジレスが始まります。まあ俺なら警察ごと追い出す。国家権力に歯向かうとか、いきり丸出しじゃん。たかが一警察官が個人の意思でバカなこと言ってるだけだろ。それを拒否できないのはセタレだよ。お前は警察官が言ったことは全て受け入れるのか。だとしたら相当なアホだぞ。非番じゃなくて勤務中の警察官の言葉だぞ。バカなことを言うなんて許されないぞ。いや、勤務中の警官でも普通に変なこと言うぞ。人間なんだから、鵜呑みにするのはやめとけ。管轄の警察署か上位の警察署や役所に電話して辞めさせるなり何なりできるからやってみ。近所の人から、警察に立てつくやつ。って思われると色々面倒なんだけど、なこと気にしてたら言いなりになるしかないな。諦めよう。それが事実なのであればその上司が完全に気違いだし動画撮っとくなりしろよ。気違いニートに絡まれたとかならともかくいきなり家に来て YouTuber やめろってまともに社会で働いてる人間の行動とは思えない。剣幕がすごくて動画撮るとか無理だった。ほぼ他人が突然家に来て怒鳴られた経験ないからわからないかもしれないけど、マジで怖くて何もできねえよ。関係性それだけなら知り合いですらないわ。知り合いなら入れてやんなよとか警察に言われてるならそいつ無視して警察に知り合いじゃないです。迷惑なんで連れてってください。終わり。弟が一緒だったって言ってるだろ。だから弟が一緒は関係ないっての。その気違いが知り合いじゃないんだから入れてやる必要も聞いてやる必要もないし、やっぱお前も来てか。警察に入れてあげろって命令されたって言ってるじゃん。だから警察が用が聞く必要ない。勤務中だからどうした？アホかよ。逆にその警察官ごと通報しろ。勤務中の警察官の言葉は全部正しいぞ。間違ったことを言うことは禁止されてるから。警察を神様か何かと勘違いしてるんでしょうか。とりあえず弟から会社名を聞き出して、会社にクレーム出せ。
弟の連絡先知らない。めちゃくちゃ仲が悪くて盆と正月の帰省ですら弟とは時期をずらして会わないようにしてるレベル。ますますお前が言ってることめちゃくちゃだぞ。弟と仲悪くちゃいけないの。仲悪いのに一緒にいるのって意味不明じゃない。弟と弟の上司が一緒にいたんだよ。弟とその上司が家に来たのはどうして？弟からは嫌われてないってこと？それとも嫌われてるから上司で嫌がらせに来てるの？わからない。突然来て警察に言い訳するとき以外はずっとヘラヘラしてて、上司の言葉に相槌打つくらいしかしてなかったから。一部の人たちが真面目に相手して情報を整理しようとしてもこんな感じで無理でした。中学生の妄想スレスレ主の性別は？写してる動画の内容はどんなの？男、バイクとキャンプ。ガイ君は一人暮らしなのかい？うん。まあ俺が何をしようと勝手だろで終わりだよな。動機が不明すぎるな。薬やってる？俺はやってない。弟と弟の上司は知らん。この日本語力でよく小遣い稼げるクオリティの動画が作れるな。日本語おかしい部分ある。警察官の名前を控えて警察署にクレームもしとけ。その警官に逆恨みされない？そもそもその関係性で家知ってんのも謎だけどな。親に聞いたんじゃないかな。そういえば YouTube やってることは親に言ってないけど弟はどうやって知ったんだろう。とりあえずお前は人の目を気にしすぎなのは分かった。一生そうしてろ。人の目を気にしなきゃいけない土地柄なんだ。嫌われたらゴミも捨てられなくなる。修羅の国にでも住んでるんでしょうか。こういう虚言石って一生治らないんだろうな。あえて説明不足で突っ込まれることで自己顕示欲を満たす。何が足りてないのか言ってくれ。お前の行動。俺の行動の説明って言われても知らない人にビビって何もできずに怒鳴られてただけで、特にこれといった行動してないよ。だから上でもある通り警察の上の方にクレーム入れるとか上司の会社にクレーム入れるとかしないとずっとそのままだし、そのままでいたくないなら行動しろ。その後すれ立てろ。警察へのクレームは今メールの文章考えてる。クレームメールとか書いたことないから時間かかってる。会社はわからないからクレーム入れようがない。このスレでも信じてもらえてないし、クレームメールの文面もちゃんと考えないと信じてもらえなそう。これが最後のレスになりました。どこまでが本当でどこまでが妄想なのでしょうか。一がいなくなった後の住人たちは微妙な知り合いっていうのがまたウケる。とりあえず嫉妬してるだけだろ。仕方でいいんじゃない。微妙な関係だし、これを機に縁切るのもあり。登場人物全員気違い。どんどん設定に無理が出ててわろた。なんで口出ししてくるのわからないけど、変な人なら殺されたりもありそうだから、やめたよって言ってアカウント削除して新しいアカウントにこれまでの動画あげれば、弟も上司も警察も近所の人も YouTuber やってることも全部妄想って話じゃないの。気違い同士仲良くしろ。バイクとキャンプいいじゃん。弟にも迷惑かけてないしいいじゃん。弟は YouTuber に歪んでるんだろ。弟、兄貴が YouTuber として成功したら羨ましいから失敗させてやる。電波で攻撃されてたり集団でストーカーされてたりしない。一の理屈じゃ、仕事なんて仕事辞めて次の仕事しなくなったら収入なくなるから意味がない。試しに仕事辞めてみろ、とも言えるじゃん。アヒじゃないなら接近禁止つけた方がいいよ。これが最後のレスとなりました。果たして、一の言っていたことはどこまでが本当でどこまでが妄想なのでしょうか。いかがでしたか。正直よくわかりませんでしたね。一の言うことが本当ならそれも怖いし、一本人も全体的になんかおかしいし、釣りっぽくもなかったので不気味でした。皆さんはどう思いましたか？ぜひ感想をお聞かせください。ご視聴くださりありがとうございました。また見てね。